千代田区立九段中等教育学校様は中高一貫教育校として豊かな心・知の創造を教育目標に掲げ、単に覚えるだけの学習でなく、学んだ知識を自ら活用できる教育を推進されています。生徒が能動的に学習する授業アクティブラーニングに取り組まれ、その一環としてICT を積極的にご活用。テキストや映像の投射、音声を再生するためにリコー PJWX3351WX3340 を各教室に合計18台導入され、生徒たちが理解を深め、より自発的に学べる授業を実践されています。板書を使うときには教科書の絵をカラーで拡大コピーして黒板にこう貼っていくっていうのは、視覚的な教材としてはそういうふうに使ってました。本当に重要な部分だけは板書をしていましたけども、その時はどうしても時間が取られるというか、それはありましたし、生徒がこう触れる英文の量っていうのは今よりも少なかったと思いますし、練習問題の量も今に比べると少なかったと思います。 ICT を活用される前の黒板を中心とした授業では伝えられる内容に限界がありました。また板書に時間が多く取られ、授業で生徒たちが触れる英文の量も少なかったといった状況でした。パワーポイントを作って音声を挿入して、貼り付けてさえ OK すれば、あとはパソコンをプロジェクターに差し込むだけでもうつながるので、あとはもうクリック一つっていう感じで、とても使いやすいです。こう段に登ってピッと押したりとかもないですし、抜けば自然と切れるので、セッティングがすごく簡単なのが驚いています。今回の進出の文法である関係代名詞の風だったんですけれども、それを導入するという形で、最初クイズから始まって、最終的にちょっと自分の口からこう出るようなところまで持っていけたらいいなということでやりました。でその後はリスニングから入るんですけれども、どこをポイントにして聞き取るかというのを設定した上で、聞いて、で開いて文字と音を合わせてというところで、内容を確認した後で、音読ですね。 He was a baseball player who played in the major leagues. Why is he famous? タイムリーな情報とか視覚教材を出せるというのは、生徒もやっぱり楽しんでスクリーンにみんな集中してスピーディーにできますし、そういう意味でもこう文字と音声と両方こう組み合わせられるので、それはすごくいいなっていう感じですね。あとはやっぱり練習問題もスピーディーにできるので、結果として量がすごく増えましたので、非常に役に立っています。リコー PJWX3351 をはじめとした ICT の活用により、生徒たちが文字や写真、音声で楽しみながら一層授業に集中できるようになりました。また教材をスピーディーに切り替えることで練習問題量を増やすことができ、楽しく英語力を鍛える授業が実現できました。九段中等教育学校様は校内全体に無線 LAN を配備し、生徒たちがタブレット PC を借り出して自由に調べ学習ができる ICT 環境を整備されています。さらに ICT 機器の活用をサポートする ICT 支援員が常駐。先生、生徒たちがスムーズに ICT を利用できる環境が整えられています。こうした環境のもと、授業や定期考査を通して生徒の総合的な学習能力や表現力の評価を実施。知識だけでなく生徒一人一人の可能性の扉を開くアクティブラーニングを実践されています。シンプル操作、クリアな音質、リコーのプロジェクターでより質の高い授業を実現。リコーのビジュアルコミュニケーションはアクティブラーニング実現のための ICT 環境を支援します。